さんこんにちは、ひかるです。今日はですね、100均の爆買い動画です。もうね、袋大きすぎて画面に収まりきらない。100均で何を買ってきたかというと、防災グッズをちょっと買ってきました。でもまだ買い切れてなくて、多分ね、第2弾、第1弾やらないから第2弾やらなきゃなっていう、はい、感じはしてるんですが、とりあえず今日はね、今日買ってきたものを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's start! ヒカルチャンネル。今回はあのキャンドゥさんでいろいろ買ってきました。あの、行ったキャンドゥさんがその防災コーナーっていうのがなくて、こう防災リュックに入れるであろうものたちを自分でチョイスして買ってきました。じゃあまずはこちら、ででん、ランタンライト。これ100均だけど100円じゃないっていうパターンなんですけど、でもやっぱその停電とかした時に必要かなと思って、炭酸乾電池3本で、連続使用時間約45時間ということで、結構ね使えるなっていうことでこれ買ってみました。電気つながりで、こちら、この懐中電灯とこの懐中電灯を買ってみました。こっちの方は懐中電灯にもなるし、ランタン風にも使用できるっていうタイプのここね、はい、やつなってて、これはなんかちっちゃくて場所もあんまり取らない、両方とも乾電池1本で、はい、使えますっていう感じです。電気周りですね、プラグ、なんかこう4つ刺せるプラグと USB の刺せるやつを、まあ、ここにくっつければ USB も使えるかなって思って、この2つもね330円。でもさ、大事じゃんこういうの、だから100円じゃなくてもいいかなって思って買いました。イヤホン、なんか今使ってる携帯イヤホンさせないんですけど、家に一応その 手回しラジオがあって、そういうの聞くときとか、念のため予備も含め2つ、あとこれは延長ケーブル、ステレオ延長ケーブルも買いました。この長さじゃ足りない時あるかもしれないからさ、わかんないじゃん何が起きるか。はい、ヒカルチャンネル。ライターが大事、やっぱ火は大事ですから、これもね一応買ってみました、着火マンみたいなやつ。はい、この2つがあればなんとか火は起こせるでしょうということで、なんかお手入れセットみたいな、ピンセットとハサミと爪切りと耳かきが入ってるやセット買ってみました。お手入れセットとしてじゃなくて使えそうなものもあるなと思って、1個あったら便利かなと思って買ってみました。さっき電池使うやつ紹介したからね、一応電池も予備含め、はい、買ってみました。電池ないとね、電池入れるやつは使えませんから、電池大事ですね。はい、長期保存か、使用推奨期限7年っていうやつだったんで、これ買ってみました。はい、何かあったらのグッズとしてドライバーセットを買ってみました。すごい反射する。ハサミもこう一応これその切る割る栓抜きができる便利なキッチンツールっていうことで、キッチンのコーナーに置いてあったハサミなんですけど、
その食べ食品系にも使えるし、これだったらね髪とかもワンちゃん切れるのではっていうことで、サランラップだよということでサランラップも買ってみました。これもねいろんなことに使えるのではっていう、ワンちゃん怪我した時に巻いてもいいんでは、傷の話が出たんでね、そういう系をねちょっと紹介していきたいと思います。滅菌ポット、いつでも衛生的に使える、通気性クッション性に優れた傷に貼り付きにくい特殊パッド、大きい傷の保護やガーゼの代わりにっていうことで、はい、これ一応2つ買ってみました。なんか一応こう1日に 2,3 回貼り替えるようにって書いてあって後ろに、でこれ1個4枚入りだったんで2個買ってみました。はい、続きましてガーゼ、カットガーゼ6枚入り L サイズ1個、はい、ガーゼはね大事ですから。包帯、包帯 M サイズ2個、はい、何かあった時にね包帯使えるように。軍手、このさこっちの軍手がさ女性用の軍手なんだけどさ、このさ指のところがさ軍手したままあのスマホを触りますよっていうタイプの軍手があったんで、何かする時にもいいし、なんか軍手ってなんか寒い時とか防寒にもなるからいいですっていう情報をゲットしていたので、まあ、一応1個これで、これ普通の軍手2個入り。一応ね私あの3人家族で母と妹も一緒に住んでいるので3個あったらまあ1人1個使えるなっていうことで忘れてました。こちら不織布テープ、これねガーゼとかをこういう風に貼っとくタイプのやつですね。 手とか足とかね貼るときにつけるテープ。ヒカルチャンネル、お尻拭きと普通のウェッティノンアルコールタイプ、ちょっとアルコールがねその時もしかしたらさ肌に異常が出ちゃうかもしれないと思って一応ノンアルタイプを、はい、買いました。口のお尻拭きはなんかその体も拭けるよっていうことで便利らしいんで、お尻拭き拭くものシリーズということで、こちら、流せる水に流せるポケットティッシュ、これは6個入り、はい、としっかり拭き取るペーパータオルね、これは何かしらに使えそうだなと思って、ペットシート、ペット飼ってないんですけどあのペットシートって意外と使えるよっていう話を聞いたので、なんかこう簡易トイレとして使ったりゴミ袋に入れてこう使ったりとか、あとあの水を含ませてこう冷やすのに使ったりとかもできるみたいなんで、ちょっと1個買っておきました。軍手の時に出せばよかった。こちらポリエチレン手袋抗菌、はい、ということで何かねこう触れたりする時にね、もしかしたら素手じゃやばいっていう時があるかもしれないから80枚入り。布テープと養生テープ、はい、買いました。メモ代わりに使えるかもしれないし、ね、ちょっとこういうのはあった方が良さそうだったんで買ってみました。はい、続きましてこちらマルチブルーシート2畳、はい、180×180 ということで、ブルーシートもねなんかこうあった方がいいかなっていうことで買ってみました。あった方がいいかなって思わずに買ってるものはないのよはい、次こちらカラビナ買ってみました。なんかあのリュックとかにねこういうのをさ詰めようと思うんだけど、今回のそのキャンドゥにはなかったんだけど、なんかあの笛みたいなのとかあるじゃん、ああいうのはなんかリュックの外側につけといた方がいいかなと思って、外側につけた方がいいものを購入した時はここにくっつけておきたいと思います。ヒカルチャンネル、カトラリー3点セット抗菌ってことで、はい、こちらね
スプーンとフォークと箸のセットです。扇子とセンスケース、もし夏に被災した場合、やっぱ暑いじゃないですか。だからセンスとかあったらいいかなと思って。あ、石鹸、固形石鹸ですね。洗顔とかさ、そうシャンプーとかさ、多分いろいろその用意すべきものはあるんだけど、最悪これっていう風にもできるから、一個固形石鹸も入れといた方がいいかなと思って。マッキー油性ペンですね。はい、あの太い黒マッキーと細い黒マッキーと太い赤マッキー買ってみました。なんかさ、まあ、さっきさ、あの布テープとか養生テープとか買ってたじゃん。なんかそこに文字書いたりもできるし、それを入れるペンケースはい、もう買ってみました。ここに収納して入れておきたいと思います。ラストです。じゃじゃん、ストレッチクッションということで、なんか膨らませて、なんかこうお腰のとこに置いたりとか足のとこに置いたりとかする、なんかクッションなんだけど、もしかしたらこれ役立つんではないかっていう、その体硬くなるじゃん、緊張もするしさ、だからちょっとこういうのがあるといいのかなっていう風に思って買ってみました。はい、結構長くなっちゃったかもしれないんだけど、キャンドゥでの防災に使えそうグッズ、防災リュックに入れようグッズを紹介させていただきました。皆さんのね、参考に何かなったらいいなと思うし、まだね、あの揃えきれてない買いたいものも結構あって、それをねまた買いに行ったら皆さんと共有したいなって思ってますし、あのこういうのあったらいいよ、こういうの100均にも売ってるよみたいな情報があれば、ぜひコメント欄の方に書いていただけると、次の、購入品に活かせるなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録、高評価、そして今言いましたけどコメント、たくさんお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。